こんにちは。はい、高さん。はい。はい、今日はですね、はい、ここ、広島カープと。はい、ということでやってまいりました。はい、行ってきました。まず、キャンプということでね、リポートしますと、まあ、荒木監督とじっくり話しました。まあ、その中で、一番やっぱこう、問題なのは、打線の軸って言ってましたね。あ、まあ、ここが決まってくると、あとは組みやすいんだけども、まあ、4番にそんなにね、こう、ホームランというのはこだわらないにしても、やっぱりこう多少ね、パンチの効いてる、まあ、選手、まあ、新外国人、まあ、ちょっと期待してるんだけどもまだまだちょっと未知数だということで、まだ決めかねてるということですね。まあ、その多く言われているこの西川龍馬選手が抜けた穴、はいはい、これはもう大きな課題だと思うんですけども、まあ、だけど監督に聞くと、まあ、昨年の秋のキャンプの時に、はい、西川のその FA が決まり、それから若手の顔色が変わってきたと。だから非常に競争をしてるというふうに言ってたよね。ということは責任というか自覚が芽生えたっていう。いや、もちろんそうだし、もうここチャンスということで、みんな頑張ってるというね、まあ、そういうキャンプになってますよという、まあ菊池とか小園とか、まあ、堂林とか、まあ、そういった人たちっていうのはこう自分のことをねしっかりやってるけども、まあ、他のメンバーっていうのは非常に競争を持って、まあ、やってるかなというね、まあ、坂倉もいい表情してたし、非常に順調にはキャンプは遅れてるかなというふうには感じましたよ。どうですか、フリーバッティングとかこう練習とか見られた中で、やっぱね、田村、ちょっと下味違うなっていう感じはしたよね。そのボールの捉え方とか、まあ、そういうことを見てみると、改めてこう生で見てみると、やっぱり非凡なものを持ってるし、あ、期待したいなという若手だったし、あとは中村隆弘、あ、まあ、これはもう触れるね、すごいね。だからその若手がやっぱあれだけこう体が違うもんね、だからあれだけのそのパワーを持ってあれだけのスイングができると、まあ、近い将来ということも考えるとね、まあ、非常に期待を持てるかなっていうような感じがしました、はい。はい、ということで、試合今日、まあ、今日はね、オープン戦が巨人との、ね、オープン戦がありましたけども、まあ、結果からね、まあ、スターティングメンバーからちょっと見ていきたいと思いますけども、はい、こうなりました。まあ、4番に、シャイナーが、ね、入って、まあ、4番の仕事をしてくれるか、まあ、そういうことはあるんですよね。それとやっぱり注目は田村、はい、6番に田村選手が入り、そうだね、はい、まあ、小園を6番、5番に置いてきたと。そうなんです。そのあたりってどういう首脳陣の意図なんですかね。やっぱね、小園の能力が高いんだよね、だからこういないところを小園がカバーしてくれるという、まあその4番が打てなかったら小園が拾ってくれるという、でも4番が打ち出したら、小園を3番に上げてもいいし1番に持っていってもいいしっていうような、だからオールマイティーな選手なんだよね、小園って。だから本当に今日は5番に入ったけども、まだ打順は決めかねてるということだったよね、で巨人の方、佐々木で伊豆口に、はい、まあ、注目ということで、はい、まあ、伊豆口は昨日スタメンじゃなかったのかな、まあ、そういうことで今日はスタメンということでちょっと注目してみました。さあ結果です。ジャイアンツが10対1で勝利と、はいはい、まあまあ、オープン戦の、ね、勝敗っていうのは、まあ、そんなにね、気にしなくてもいいんだけども、まあ、先発、広島の8、はい、ね、初登板ということで、見ましたけども、まあ、内容的にはちょっと後で触れますけども、まあまあボールは動かし、組み立てのできるピッチャーだなっていうような印象を受けた。そうですね、今日2回投げまして3安打、はい、2奪三振、それから失点が2と。まあそうだね、まあその2っていうのも、うん、まあ、この時期で、まあ、初めて投げる、また調子のいいジャイアンツだったね、捉えてきたけども、非常にこう面白いかなっていうような感じをするね。で一方巨人、はい、菅野、まあさすがです。テンポ感を変えてきたかなっていうようなね、まあそんな感じがして、テンポものすごく速かったね。そうですね、キャッチャーの大城選手もとってはやっぱすぐに返している印象でしたね。そう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 、だからそのテンポ感が素晴らしく良かったなっていうのと、やっぱ全球種みたいなの投げてちょっと試してみてたけども、まあそこら辺見ても順調に来てるし余裕があるなっていうふうに、まあ、思ったね、はあ、はい、菅野投手がこのテンポを変えてくるっていうのは、はい、どういう意図なんですか。
やっぱりなんていうの、相手に考えさせないとか、はい、やっぱそれだけ意思が早く決定するという、まあ、そういうことも求めながら投げてるのかなっていうような感じがするよね、うんうん、なるほど、はい、まあ、試合をね振り返るとね、まあ、2回、はい、吉川がエラーで出塁して、ね、出塁して、はい、で、佐々木のツーベースで、はい、1対0ですよね。1対0になった、はい、これはね、打順的に昨日から吉川を5、6番に今日、昨日は5番、うん、はい、今日は6番に置いてるけども、やっぱね、下位打線でこういうふうに長打が出た時にやっぱ走れる選手をここに置きたいという、うん、まあ、非常に狙い通りの、うん、まあ、野球が巨人ができたということだよね、うん、はい、この佐々木選手のバッティングに関してはどういうような印象でした？やっぱ押し込めるし叩けるしという、うん、だからいろんなそのスイングの軌道を持ってるなという感じがしたよね、はい、ただやっぱこう反対方向、センターから反対方向を意識してるんで、はい、差し込まれるケースっていうのがたくさんあるんだけど、うん、まあ、そこはファールで逃げたりとかいろいろしてるよね、うん、だから、まあ滝田から、はい、左ピッチャーの滝田からセンター前を打ったけども、あれなんかはやっぱこう引きつけようとするからしっかり変化球も対応ができてるというね、やっぱ素晴らしいよね、うん、あとはやっぱランナー一塁の時に引っ張らなきゃいけないケースがあったんだけど、その時にちょっとミスしてるんだよね。だからあれが完全に方向的に引っ張れるようになってくると、もう合格点上げてもいいかなっていうふうに思うね、うん、はい、それはやっぱりバッター一軍でやっぱり活躍していく上ではやっぱり引っ張るっていうことも左バッターとしては必要ってことですか？左バッターで引っ張れなかったら意味がないというね。あ、だけどチャンスの時には引きつけて反対方向だとか、うん、ただそのランナー一塁の時はやっぱ引っ張ってチャンスを広げてほしいとか、まあ、いろんなやっぱこうバッティングができないと、うん、今もランナーを返すとか出塁するとかそういうことはできてるんだよね。だからあとはこのオープン戦を通してランナー一塁の時にどういうバッティングをするかっていうのを、うん、まあ、習得してほしいなって思う、ね、うん、なるほど、はい、はい、小井坂さんが言われたように2回の裏伊豆口選手の守備が良いということも評価されてたんですよね。いや、だから本来はショートの選手だと思うんだけど、サードにパッと入ってね、三塁線のボールをさばきセカンドにスローした場面があるんだけど、簡単じゃないんだよ、うん、でも簡単に見えるんだよ。これがセンスなんだよね。でも取り方、投げ方、もう本当にいいんだよ、うんうん、だから非常にいいなっていうふうに思ったよね、うん、はあ、はい、で一方こうカープですけども、はい、こう3回からですね、ね、3年目2022年ドラフト1位、はいはい、斉藤君がですね、注目の、ね、ちょっと点は取られてしまいましたけども、まあね、我慢して新井監督も、うん、まあ、経験ということで投げさせたけども、まあ、内容的には悪かったよね、うん、ただ非凡さは持ってる。やっぱこう今日はね、力み倒してたわ。まあそりゃそうですよね、はい、力み倒してたし、自分の投球が、自分のボールがね、本当に投げれてないんじゃないかなっていうぐらいやっぱり力み倒してたし、うん、だからまあ結果はこれはね、経験として残してて、うん、次にどうするか、それを考えてほしいよね、うん、だけど、ね、投げれる状態に来てるということ、まあ、それとボールの力もあるということ、うん、あと変化球も多彩に持ってるということ、はい、だからこれを考えると、まあ、力みが取れて、まあ何て言うんだろうな、自分の投球ができたらどういうような抑え方をするのか、これはやっぱこう見てみたいなっていうような、うん、そんな感じがしました。まだ課題がありそうな、ね、もちろんね、まだ3年目だからね、うんうん、だからもうこれはもうしょうがないけども、ただいい卒はあると。あるね。なるほど、はい、この3回の表の攻撃6点取りましたけども、はい、ここで豊さん2つピックアップされてるんですけどね、はいはい、まず1つ目はですね、門脇選手がレフト前タイム、はい、レフト前に打って岡本さんがファーボール、はい、その後大城さんのセンター前の時に、はい、やっぱりこの去年と渋滞を防いでいるとやっぱね、はい、足が速い今年は。やっぱね、こうダイヤモンドを駆け抜けるスピードがやっぱり昨年とは違ってきてる、はい、これはやっぱ打順の組み方もあるんだよね、うん、門脇を3番に入れたりとかさ、吉川を6番に入れたりとかさ、はい、そうしながらやっぱり1本のヒットで1点を取るというような、やっぱこう足も絡めた野球で、盗塁も今日3つぐらいしてるのかな、はい、だからやっぱり隙あらば走るという、だから走れる選手をこう差し込んでるというね、そうしたらこう得点圏に行けるし、得点圏に行ったら反対方向に打ち返すというね、非常にバランスのいい打順を
組もうとはしてる、うん、はい、このあたりが去年とはちょっと変わってきてると、まあ、ちょっと違うよね、打順の組み方とかね、うん、その野球の考え方とか、うん、それは違ってきてると思う、はい、これ何かこう首脳陣の意図がそこにあるんですかね、まあ、それはもちろんあるよね、うんうん、だからそれがうまくいくと、今はその坂本選手とか丸選手、まあ、そういった人たちがレギュラーの中ではちょっと抜けてるのかな、うん、だからそういう人たちが入っても同じ野球になってくると、これはすごく得点力がアップするなっていうふうには思うね、うん、ただこう小童選手はやっぱりまだ入ってきてないじゃないですか、あ、だからこのあたりが外国人を入れることによってってちょっと難しい悩みになるのかなと思うんですけど、まあ、ただね、小童選手は足は使えるから、うん、だからあとはやっぱバッティングだと思うんだよね、うん、だからどういうバッティングを見せてくれるか、それによって、打順も決まってくるだろうし、まあ面白い打順にはなってくると思うね、うん、はい、はい、ここでもう一つあの伊豆口選手の打席の時にですね、はいはい、見逃してこのライトに見逃してみた、はい、思うんですけど、やっぱ雰囲気があるのと、今日はあんまり、まあ、1本かなヒットは打ってるけども、ボールの見逃し方がいいよね、うん、だから その見逃し方も間があって見逃してるという、で打てる体勢で見逃してるから、だからこういうバッターで結果が出なかった選手ってそんなにいないんだよね、はい、だから、ライトフライでもやっぱきっちり捉えてる、ただ擦っただけで内容的には素晴らしい内容だったなっていうふうには思うよね、うん、だから凡打でも可能性を感じる凡打だった、うん、なるほど、だからすごい、あ、守備もいいし、 いい選手取ったなっていうふうに思うよ、うん、はあ、なるほど、で、ピックアップ選手ね、今日、はい、まあ広島が負けちゃったんで、だから広島のいい攻撃とか、まあ、そういうところがなかったんだけど、まあ、ピックアップ選手、はい、ね、まあ、まず広島から、はい、やっぱ小園、おお、やっぱなんていうのかな、こうチームの中心になってきてるというね、うん、で小園がやっぱ打順を支えるというかさ、だからもうとにかくなんていうんだろう、あそこの何番がダメだったら小園入れるとかさ、なんかすごいもう適応能力が高いね、やっぱ改めて見ると、うん、だから、センター前に打った当たりなんかは、ね、はい、もう完全にチャンスメイクに行ってるというかさ、無理しないでヒットをしっかり打ちに行ってるという、まあ、そういうところがもうなんか非常に大きく成長してるなっていう、去年から、まあ、そういう風な感じがしました、はいはい、でやっぱ田村、まあ、こうフリーバッティング、まあ、今日はね結果的には悪かったんだけども、はい、まあ、そういう時もあるね、うん、まあ、だけど持ってるものを見たら、はい、やっぱ半端ない可能性を秘めてる、それはどのあたりなんですか、やっぱね、ボールの捉え方がやっぱこういいということと、運び方がいい、あのね、やっぱフリーバッティングでも全部自分の形で打てるかっていうと打てないんだけども、ちょっと抜かれたところでも我慢をして運ぼうとするんだよ、バットをガーッと運ぼうとするんだよね、まあ、そういったことって非凡なんだよ、だからそれがもう回線しちゃってボテボテになるとか、そうじゃない、押し込めるというバッターなんだよね、それはどういう技術があるからそれができちゃうんですか、これはねセンスだな、一言で言うと、はい、うん、だから田村選手とも今日話すことがね、念願で話すことができて話を聞いたけども、やっぱこういろいろドライブライン縦振りだとかいろいろあるけども、やっぱ自分のものを大切にしてると、うん、だからまあ小さい頃からやっぱ振り込んできてる、そのバッティングのスイングにやっぱり彼の自信はあると思う、だからそれを押し通してほしいなっていうふうに思った、うん、なるほど、惑わされないようにね、うん、はい、まあ、注目だってことですね、はい、はい、あとはね中村貴博、はい、やっぱ同じく振れる、うん、ただね田村選手っていうのは軸があんまりぶれないんだよね、だけど中村選手は少し軸がこう前後するね、うん、うん、だから、まあ、その分確率が悪いのかなっていうふうに思うけども、あれだけやっぱ触れてボールを飛ばせるだけの力があるっていうのはすごい魅力的だよ、うん、ただ今日見たら試合の時にちょっと差し込まれそうになったら煽るんだよね、うん、そうじゃなくてこうグッとなんてこう入り込んでいけるぐらいの、まあ、タイミングと体の使い方をするともっともっと良くなるかなっていうふうに思う、ね、そのタイミングっていうのはやっぱり早く作らなきゃいけないんですか、それとも、まあ、そうだね、うん、だから田村選手も言ってたよ、自分の間合いに入れてくると、
かっこいいよ。あ、3年目でしょ。相手より自分が早く指導して自分の前に入れてくるっていうのがさ、はい、こんなんさ、俺がその年で言えたかって全く言えてないよ。いや、だからこうすごいなと思うね、今の子は。うん、だから相手のリズムじゃなくて自分のリズムで打つ、まあ、それができた時にはとんでもないバッターになってくると思う。はい、なるほど、はいはい。じゃあということは、西川選手の穴と言われている部分はその外野手、田村選手、中村選手が、まあ、争っていくんじゃないかと。まあ競争だけどもね、はい、両中村もいるし、はい、ね、久保という選手もいるし、だからこれはもう競争だから、まあ、結果が出た選手が勝ち抜いていくというね、まあ、プロだからね、うん、はいはい。続いて巨人のルーキー2人をピックアップされましたけども、佐々木、はい、やっぱりこう結果が出るよね、しぶといこの選手は。うん、うん、それとやっぱりこう低めインサイド高め、こういうね、その高さ高低、変化によってスイングのバランスを変えられるという、まあ、非常にいい選手だよね。うん、だから結果もおのずと出るという。うん、あとはもう先ほども言ったようにランナー一塁の時にチャンスを広げられるようなバッティングができるかどうか、うん、まあここ一つでいいんじゃない。あ、それが大事だと。まあ、それは大事、やっぱチームだから、ね、チームを勝たすためのバッティングをしなきゃいけないわけだから、だからそういう意味ではそういう課題は少しあるかなという感じはするよね。うん、はい。まあ、豊さん、ちょっと試合の途中で言われてましたけど、行き詰まる瞬間があるんじゃないかってことも言われてましたよね。ああ、だからそのボールを引きつけて行く分だけやっぱ前に飛ばなくなってきて、ポイントを前に出そうと思ったらバッティングっていうのは崩れていくんだよね。だからまあそういうところで行き詰まらなければいいなっていうふうに思ってるんだよ。ただその流して、滝田からセンター前を打ったという、はい、あのバッティングを見てると、ああ、やっぱ大したもんだなっていうふうに思ったよね。はい。なるほど。はい。じゃあ続いて、伊豆口はね、やっぱセンスの塊だな。やっぱ守備に関しても、やっぱこう、綺麗だわ。それと、やっぱこう、力が抜けてるというか、力の抜き加減、入れ加減、これをよく知ってる選手だわ。やっぱね、止めようと思ったら力んで体が硬くなるんだけど、そこを少しクッションを入れながらスローイングに入れるというね。だからまあこう柔らかさも持ち合わせてるから、まあ、非常にいいなって思うのと、やっぱバッティングでもやっぱ間合いがいい、間がいい。だから守備でもそうだけど、間がない選手っていうのはやっぱ取れないんだよ。間がない選手っていうのは打てない。でもそれを全体的な間を伊豆口っていう選手は持ってる。だからすごく楽しみだよね。どうなんですか、やっぱり打席でのこの考え方っていうのも備わってる部分はあるんですかね。まあそうだね。あとはね、やっぱこうボールをまあちょっとしっかり、プロのボールってどんなボールなのかなっていうのを見極めてるような余裕すら感じるんだよね。まあルーキーだったらさ、初めからこう仕掛けようとするだろうけども、やっぱこうちょっと見てるというようなね、そんな感じがするんだよ。だからそこにセンスを感じるというかさ、うん、慌ててないっていうのがいいよね、うん、守備に関してもバッティングに関しても、はい、まあ、そういうことを感じました。はいはい、続いて、はい、ピッチャー ね、 ですね、はいはい、広島ハッチ、おお、ね、今日先発したピッチャーですね。ボールがね、上がってないんだよ、ボンダにしても、うん、ゴロの打球で打ち取ってるケースが多くてね。でボールがよく動くで、変化球でもビハインドのカウントの時に取れるということを考えるとさ、まあ本当に組み立ては、コントロールで苦しむピッチャーじゃないと思うから、組み立てさえしっかりすれば結構やるんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。だからそんなに力はないけども、まあだけどこうボールがよく動くんで、まあ相手バッターを苦しめられるかなという、まあ、そんな感じがするよね。そうですね、岡本選手の時もやっぱりインコースってやっぱり言ってましたもんね。そうそう、はい、でボールが上がらなかったから、うん、だからゴロで打ち取られたから、だからやっぱりこう沈んだりいろんな変化をしてるんだなっていうのは感じたよね。うん、うん、どうなんですか、ただ豊さんも言われてましたけども、塁に出た時の、だから細かいとこだよね。だからまあ例えばクイックだとか、まあ今日ねすかさず走ったけども巨人の方が、だからまあこういうのをヒントにね、ハッチも
こうちょっと考えてほしいなっていうのもね、うんうん、まあだからそれさえできればもう非常にローテーションを守れるようなピッチャーになってくるんじゃないかなっていう期待感を持てました。はい、そのあたりがちょっと注目だと。そうだね、はい、次に滝田。はい、豊さんあのドラフトの時もね、いやー注目してたよ、はい、で面白い変則でね少しねタイミングが取りづらいピッチャーなんじゃないかという、まあ今日見れるとは思わなかったんだけど、まあ、ワクワクして見てたけどもね、まあ富士ヘッド曰く伊藤将司のように、うあの阪神のね、はい、まあ、なってくれたらいいかなっていうふうに思ってますと。うん、まあ確かに抜け球と か, 確かにああいうボールはやっぱこういいものがあるしね、まあ初登板でね、プロ入り初登板でそれは緊張もするだろうし、うまだまだね、球速も上がってくると思うんだよね。今日でマックスが141キロぐらいだから150キロぐらい、はい、近くはいけるかなって、うん、それであの抜き球があったりだとかあの変則っていう風になってくると非常に面白い戦力になってくると思うよ。だからまず長いイニングはちょっと難しいかもわかんないけど、だけどショートイニングで、まあ、中継ぎに入ると非常に力をはっきり しそうだなっていうような感じがした。あ、だから面白いピッチャーだなって思うよね。まあ、カープはちょっと左の中継ぎっていう部分でね、タリーが抜けたっていうところがありますから、その穴を担う選手になれるかもしれないですね。うん、いや相手にとってはねすごくねいやらしいピッチャーだと思うよ。俺がバッターだったらそういう目線で見るも、あこのピッチャー嫌だなっていう、まっすぐ速い抜けたままあるっていうようなさ、だから非常に非凡なものも感じたし、まあ、期待したいよ、はい、期待していいと思うよ。そうですね、はい、まあ、ちょっと今日は緊張があったかもしれませんけど次の登板をね、まあ、徐々に見ていきましょうよ。そうだん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 慣れていくから、はい、まあ、そこに期待だね。はい、はいはい、続いてジャイアンツの方は、まあ、ジャイアンツはねやっぱり課題であるバッティングというのは非常に順調に来てるんだよね、うん、やっぱり7回8回9回、うん、誰が行くのかっていうことから考えると今日泉が投げた、投げましたね、うん、はい、でね少し制球を乱す場面もあったんだけども、やっぱこれはね低めに丁寧に投げようとする意識が、まあ、そういうことを招いてるんで、その乱れっていうのはそんなに気にしなくていいと思うんだよね、はい、ただやっぱり十分の球速もあったしやっぱ経験があるわ、うん、そうですね、うん、だから落ち着いてる、うん、だからまあそれが一番かなって、まあ、使えるなっていう風な印象を受けた、うんうん、どうですか前回の動画で、巨人のリポートの時に、うん、まあ、大魔神さんが先発もいいかもしれないって言われまして、はい、あ、まあ、そうだ、やっぱこういろいろできるんだよね、うん、思い切っていくところと変化をつけて打ち取ろうとするところと、こういうことができるピッチャーって多分ね先発でもいけると思うんだよ、うん、だから先発が足りない時に泉っていうのは面白いかもわからない。なるほど、うん、だから本当に幅広く使える選手かなっていうふうに思いました。なるほど、はい、はい、あとは阪神から来た馬場、ちょっと違いましたね。いやまあね、やっぱ落ち着きが違うわね、うん、だからその修羅場をくぐってきてるピッチャーだなっていうような気がする、はい、それとやっぱ高度なところで競争をしてた選手だなっていうのは感じた、うん、まあ、だから非常に枚数が揃ってきたよね。そうですよね、うん、だからここら辺もその課題であったことを克服しそうな、そんな感じがしましたよ、うん、まあ、それは今今年から入った新戦力というところですけども、既存の選手としては船場沢さんとかもういい、ね、田中選手も投げましたし、そうだね、このあたりこう中継ぎの補給の、まあ、不安点っていう部分はいやだんだん解消されてるし、はい、やっぱねちょっと投げ方が変わってる。やっぱねホームに向かってなんていうの、腕が触れてるというか、だからよりホームに近いところで振ろうとしてるから、非常に球速以上に球が来てるんじゃないかなっていうような気がするよね。これはちょっと気になる、どういったことがきっかけというか、やっぱねピッチングコーチの教えだと思うんだけど、うん、宇都宮が入って、はい、宇都宮っていうのは本当にホームの方へホームの方へって投げてたから、だからそういうこうホームにみんながなってきてるのかなっていうような感じがするよね、うん、だから非常に手応えあるんじゃないかなと思う。はい、うん、だからカープはね中心選手打者としての4番という、まあ、これが課題になってるし、でそれも外国人が打ってくれれば解消されるし、ジャイアンツは、まあ、なんかこう非常にいい感じで来てるね、はい、はい、まあ、そういう試合でした、はい、それと、
広島のキャンプリポートでした。明日は、はい、チャタン、はい、中日対阪神行きますので、またあの声をかけてください。はい、よろしくお願いします。はい。